森保はじめ負傷者続出の日本代表について語る。オランダ一部アーゼットのリーエフ菅原いきなりが2日のスパルタ戦でゴールを奪うも負傷で途中交代。イングランドニブハダースフィールドのリーエフ中山雄太も先発したが左膝付近を痛めて前半27分に交代を強いられた。日本代表の森保はじめ監督は3日の明治安田 J1 リーグ浦和対東京ヴェルディ戦の視察後、負傷者に関して情報はチームで共有したし、私は映像で確認したと説明。2人とも代表の主力だけに今まで選んできた選手なので、今後の選考にもちろん影響はあると思うと懸念を示した。それでも怪我人やいろんなアクシデントで選手の招集ができる、できないということは毎回あり得ること、その度にいろんな選手を試しながらチームの層を厚くしていると強調。腰の負傷で長期離脱は決定的の MF 三笘薫についてはまだ情報は来ていないと語るにとどめた。きちんと戦術的思想があれば怪我人が出ても代替にふさわしい選手を選べば大きな戦力ダウンにはつながらない。森保の場合はそういう哲学が全くなく、戦術三笘、戦術伊藤だったりするので、核となる選手が離脱すると対応できなくなる。活躍している選手を選び、試合ごとの戦術もなく選手の実力に任せる監督の仕事ならば私にもできると思っている。このチームはいつまでも一向に変わる気配がない。森保ジャパンだと大打撃って感じかな。多少選手呼べなくても何とかしてくれそうな監督には見えないから、呼べる選手の序列が下がれば結果に響くだろうね。おそらく北朝鮮戦もボール保持は基本せず、あらゆる場所から徹底的にボール放り込んでワンチャンス狙ってくると思う。ワンチャン狙いの荒いサッカーをしてくるだろうし、ピョンヤンでのアウェー戦と怖い対戦になる。負傷者続出より森保監督自身の戦術の浅さが気になりますがね。とうとう一部の選手からも苦言されとったし、誰が出ても同じレベルで戦えるチームができたと豪語してたよね。結局この一チームや選手個々の能力と現状を見極める力がなく、いつもその場しのぎで思いついたことを適当に話す人間なんだよ。本当に何も考えてない。マジでやばいくらい毎回言っていることが違う。言葉に重みがない。いろんな活動の中でいろんな選手を試しながらチームの層を厚くするということをやってきている。この言葉に関しては強い違和感。層が厚くなっているのは選手の向上心が以前よりも高くなり、より厳しい海外リーグに身を置く選手が増えただけ。つまりは選手の努力。そもそもこの監督続投の時点で怪我してるチームみたいなもんでしょ。それでも戦力的には圧倒的有利。誰かさんがまともな仕事して足を引っ張らなければ勝ちは動かない。北朝鮮ぐらいは国内組メインで勝たないと、それぐらいの手腕を見せないとダメだろ。いつまでも海外組の個人戦術に頼ってるようじゃダメなんだよ。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。